つもう一回あなたからまたもう一回の電話で僕らは出直せる。でもこういったことばかり続けたらあの思い出がダメになってゆく。頑張ってみるよ。優勝できなかったスポーツマンみたいにちっちゃな根性身につけた。ソニックさんです。安行きも好きよ、好きよ、とても好きよ。そりゃそうさ、安行きを嫌いな人なんかいない。そう、本当にさ、なんですか？よいしょっとね、ちょっと角度をねつけちゃってね。あれです。ソニックさんね、猛暑のためになんですか、もうビールガンガン飲んで眠るとかやってて、ちょっとなんかね、お目がもうなんかね、ダメです。今日はもう美しくないっす。すいません、ちょっとサングラス かけつつでね、行きますんでごめんなさい。それでですな、ね、姉が喜んでます。みんながチャンネル登録してくれるんで。それで、あとはどうですかね、ソニックさんね、相変わらずね、視聴登録のね、チャンネル登録の増えっぷりはゆっくりですけど、それがソニックさんらしくていいかなと。いや、てかさ、このチャンネルチェックしてるやつ貸し系よ。頭いいやつしかここのチャンネルに登録しねえよ。あ、なんか他のさ、なんか占い人チャンネルとかってさ、数いるけどさ、あれやべえよあれ。いい、ソニックさん、これでソニックさんもこれ3000人超えたし、もうこっからゆっくりで構わない、もう全然。もうタロットさんがね、なんかちゃんとなんかやってくれてるのがわかるわ。オッケー、そんなんでね、今日のお題いくで。じゃあ、生かした仲間ど、仲間どもの皆さんね、いきましょう。本日のお題、気になるお相手はこの猛暑にあなたをどう思うか。これね、あれです。何ですか？気になるお相手っていうね、ワードをただ使いたいだけなんですね。いや、てか、この猛暑、いや、てかさ、日本がさ、日本やばい、日本やべえよ、俺。なんかもう、めったに連絡来ない人間から、連絡来たもん、あまりに暑いから。ソニックさん、ロンドンってどれぐらいのあれなんですか？なんか自分も生きていけねえんすけど、みたいな。いや、なんかね、そんなことをなんか、あれだよね、メールで言われましてもって感じなんですけどね。よし、行こう。とりあえずね、6択行こう。ね、この金ね、気になるお相手はこの猛暑にあったのと。どう思うか。ね、6択で行こうね。よいしょ、よいしょ。これだ。よいしょ。これじゃね、みよん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 。まあ、とりあえずな、あれだからね、1画面でな、こう全ての、作業を進行してっから。よいしょ。まあね、ソニックさんですね。まあ、ちょっと待ってな。画面、まあね、とりあえずね、6択ね、6分の1いきますよね。ね、気になるお相手はこの猛暑にあなたをどう考えるかね。俺は、あれです。ね、4枚カードでいきますよ。過去、現在、未来。過去、現在、未来ね。だから、そのね、猛暑になる前のあなたをどう思っていたかね。猛暑の今、そしてこの猛暑が終わった後にどうするかね。あなたのことをどう考えているか。あなたのことよりもガリガリ君の方が大切かもしれない。でも、そんなこともあるかもしれないけどもね。行ってみよう。ね、そうですよ。ソニックさんとこのね、温度がね、今ね、31.2 度。ね、31.2 度ですね。深夜の2時38分ね、いい感じです。何がいい感じか分かりませんけどね。まあ、そんなんでね、まあね、とにかくね、あれです。ソニックさんのね、ところはタロットをね、本当のタロットをのね、知りたい人はここに来ればいいですね。他のなんかインチキね、意味の解説もね、できない。意味の解説してんだけど、解説になってね、アホとかほっときましょう。喧嘩を売ってるわけではないです。あれは、ああいうやり方でいいんです。そう。でも、それでファンがいっぱいいるなら、それでいいじゃないですか。ね、ここはそうじゃないです。本当に、タロットさんっていうものが現れる、それを味わう世界です。ね、
行きましょう。ね、気になるお相手1ね、6分の1。まあ、あっちからね、こうね、君のことをこう思ってるよ、彼は。ね、気になる人はね、どう思ってるかね。うん、まあ、この辺でね、ソニックさん、私のことどう思ってるか、またいるんだわ、ですが、もう、いいよ、もう、それ選べよ。ソニックさんは君のことを考えてるからさ。行くね、本当に。ね、いや、今日、君が自信ねえな。いや、目がね、ダメだね。やっぱお酒入るとね。行くね、1、よいしょ、まず現在、この猛暑の中、ね、あれです。今が夜明けと考えてますね。このくそ暑い中。よいしょ。ね。まあそんなんでね。あ、じゃあ過去ですな。これがですな。はい。動けるのは自分だけ。うん、向こうから動こうとしてましたね。そして今が夜明け。いいじゃないですか。ね。もう暑さ関係ないじゃないですか。暑さ関係ない。これはね。じゃあこの後どうなるか。バーン。動けないじゃん。動けるって言ってて夜明けが来たら動けなくなってんじゃん。あ、じゃあね。その1を選んだ人ね。最終的にはね。あなたをどう思っているか。バーン。誠実。そうです。誠実がゆえに動けない。重い。いろいろあるのかもしれない。ね。まあ、詳しい事情はわからんけど、そうらしいよ。ね。1を選んだ人。よし、5。よし、5ね。次、2、2行くように。ね。2、2、2、2。2、ピヨン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 。この辺かな。まあ、この辺で勘弁してくれよ。今日行けてないんだよ、ソニックさんは。ね、まあそんなこともあるんだよ。いやでもね、昨日タロットライブがあったんだけどね。まあその、まあこの動画いつ見るかみんなわからないけどさ、いや昨日タロットライブがあってさ、まあ、で、あれなんだよ。おひねり入っちゃったからさ、おひねり入っちゃったからさ、タロットライブ終わってもそこでさ、なんかチーズケーキ買いに行っちゃってさ。そうそう、もうダメだね、ソニックさん、チーズケーキとビール飲むようなアホだからさ。はい、2いきますよ。ね、本当に。うん、もうなんか熱くてビールとチーズケーキ美味しいなとかそういう人だからさ。そうね、本当に。あ、まあでも日本に行った時もね、あれですよ、何デニーズ行ってさ、何チョコチップクッキーとさ、赤ワイン、なんか飲んでるような人だったからさ。そうそうそう、本当にね。そう、ソニックさん、高田馬場住んでたからさ、ね、歩いて行けるところにデニーズあってさ、もう2000年のぐらいで、もう昼間なんか全然客いなくてさ、もう今もとなんか、ね、ファミレスピンチだけど、当時からピンチの傾向は見えてた。よし、行くで。2を選んだね、あなたね、気になるお相手、この猛暑にあなたはどう思うか。ね、猛暑関係ないかもね。行くで。これが2ね。2ですよ。2です。ね。そうですよ。いや、カルアミルクのさ、歌ってくれるリクエストがあったからね、ちょっとコードすごい省略してみたけどね。まあ、なんかちょっと、うん。まあ、前編を歌うには、歌詞を覚えてなかったってやつね。よし、行くで。まず、現在ね。はい、猛暑の中、ね、気になるあなた、現在、バーン、リセットするしかない。暑いからね。暑いからね、そうかもしんない。はい、じゃあ、過去はですね、はい、ね、防御、守りに徹する。向こうは守りに徹してましたよ。そして今、リセットするしかない。これはね、どういう展開なんでしょう。はい、行きますよ、未来。未来は、ボーン、ね、はい、未来はですね、あれです。棒の住所が逆向きなんで、親身になる男性になってます。なんでかね、そう、なんでか見れるんですよ、4枚めくってるから。はい、じゃあ、これがボン。はい、そうです。権力の外。そうですね。もう、なんですか、後ろ盾がね、なくなっちゃいますから。まあ、リセットするしかない。もういい。もう、君と付き合うためなら、会社なんか辞めてしまう。それぐらいの勢いかもしれないね。うん、暑いからね。いろいろなんか無茶しちゃうかもしれない。これが2を選んだね、人のお相手ですね。面白。そうですよ。なんかね、日本ほらね、花火大会とかね、あるやん。なんかね、ダメやな、今日。いけてない。なんかいけてないなぁ。いけてないなぁ。うん、なんでかなぁ。うん。あ、ヒゲもちゃんと剃ってなかったからかな。うん。まあ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 。なんかそんなもんよ。ね。3いきます。6分の3。ね。6分の3。6分の3ですよなぁ。いやー、でもね、きっとね、今こんなんでね、あれどうですか、北海道なんかもね、コロボックルもね、さ、なんかあれなんじゃないですか、なんかこうね、葉っぱの下で、木陰で休んでるんじゃないですかね。そうですよね。今、地球の裏側では、
ソニックさんがタロットをめくっています。ジェットストリーム深夜2時43分です日本はね、まあまあまあ、この動画を見るとき日本が何時かわからんからね。だってこれからなんか動画編集してさ、あのね、ストリーミングじゃね、ストリーミングじゃねえやが、ね、編集して配信してね、そこでやっと君たちが見れるわけだから何の話だよ。よし、行くで。3ね、3だよね、もうね、いいよ、もう3で俺なんかもう間違ってたら頭からやり直してやるよ投げやりです。ソニックさんも暑いんですよ。もう31度でね、わざわざこのシャツ着てますからね。本当にこの人タンクトップなんですけどね、やっぱタンクトップ恥ずかしいそれで完結ですね。はい、3つも選んだあなたはね、あのね、あのお相手の気持ちいきますよね。はい、タロさんこれいくって、タロさんこれいきますね、いきますよね。3つ目いいじゃないですか。3つ目ね、どうでしょうね。うん、これからね、何が起こるかな、起こるかなね。この猛暑の中ね、彼はこう思ってます。バーン、向こうはバーンね。はい、骨折り損のくたびれ儲け。まあ暑いからね、そう思うよねあるよね、あるある。じゃあこれ、じゃあ過去はですね、関わり合いになることができない。うんね、向こうも気になってるんだけど関わり合いになれないかったんだって。そこからもう骨折り損のくたびれ儲け。じゃあ未来は少しはいいことあんのかなね、気になるあの人はね。はい、参加しない、参加資格なし、もうな、剣もほろろね、そうそう、ダメじゃないですかね。はい、じゃあこれはなんでかっていうと、はい、愛し合う二人だから。意味わかんねえ、なんだこれは、なんだこれは。まあちょっと待って、今考えような、とりあえずな、あの、まあ、このこれをカードをめくった人はまあ自分で思い当たるところがあるんだろうけど、ソニックさんはちょっとわからないからな、ちょっと考えさせてくれ。まず関わり合うことができないと向こうは思っていたね。そしてあのね、骨折り損のくたびれ儲け、ああそしてね、あの未来参加できない、なぜならば愛し合う二人だから。これはどういうことなんだ。ああね、うん、そうなんだろう、うんね、だってなんかね、主語と目的格の関係が、ね、そんな感じです。まあでもまあそういうことなんでね、愛し合うがゆえに関わり合いになれないらしいですよ。3ね、まあ面白いね。あ、3で思い当たった人はなんでそうなったのか書き込んでくるさいソニックさんです。うんね、あんだって4いこう、4444444444です、4ね、4行きましょう。4ね、そうですよね。うん、いやーでもね、うん、なんかいい感じですね、うん、ソニックさんチャンネル登録者、うん、ソニックさんは感謝してます。そしていい感じです。変な人いません変な書き込みをするやつも、あの悪い評価をつけるやつもいません。いい感じです、うん、そうですね、これもあのソニックさんの行いの良さですそうそう、ね、あ、まあね、まあまあまあ、いいです。こうやって順調に伸びていけばいいですね。そうですね、あね、もうね、昔ね、あのね、やっぱ純梅雨ってね、あの雨があったけどね、なんでしょうね、何、大人が選ぶ美味しくない雨ね、本当にそりゃあれですよ、子供たちは西洋菓子に負けますよ。はい、4いきますよ、ね、4ね、4どうでしょうね。3の方がね、なかなか面白い展開を見せましたからね、暑さでみんなね、おかしくなっちゃってるね。そうそう、うん、重いですよね。スターボーね、ハートブレイク太陽族ね、太陽でみんなおかしくなっちゃってる、うん、ハートブレイク貴族で抱きしめてギラ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 燃えてるぜおいら不良になっちまうなっちまうすげえな、スターボーってな。行くで、4、4を選んだ人。まあ、ね、スターボー知ってるとかね、セイント4知ってる時点でね、まあ、いろいろなね、なんかね、あれですよ、まあ、そういう人たちなんです、このね、チャンネルを登録してる人たちは。恋はしてるんだよ、でもここでね、占いを見てる人たちはね。いいじゃん、あなたの恋がどうなるか。4を選んだあなた、はいね、あのこのね、猛暑の中で気になるあなたね、気になる人はね、あれですよね、あのね、あなたのことを考えてますよね。あ、なんかもう自分のことだけを真剣に見てる、君を見ている、感じている、熱いけど。あ、そしてこれが過去カードね、参加するね、お仕事に参加するね、なんかラブゲームに参加する、そんな感じで。未来は
未来はどうなるか、バーン、推しの強い女性、そうです、参加してます。そしてこのね、あの今もうじーっとじーっと見てますよ、この女性は。そしてね、もうこの先もうさらに推しが強くなりますと彼は感じています。じゃあそれはなんでやねんっていうと、バーン、そうです、連絡が取れないからです。そうです、会えない気持ちが愛育てるのさね、そんな感じですわね。まあ、とりあえずね、あのね、この猛暑にね、あの連絡が取れないでことをね、あの向こうはもうブンブンビ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 ンにあなたの暑さ感じてますね。そうです、じれたいお前の愛が、今日はこの辺でキャンベンキャンベーン、ナオミキャンベーン、ね、ナオミよなんちてねそう、そんな声まで変わってどんなよはい、5いくよ、5と6ね、そうそう、あ、なんかね、ヒゲ剃り忘れたなまあいいやまあいいや、今日ゆるくいこうぜなんだそれなんだそりゃね、そうですね、まあね、そんな動画もあります、うん、これはあのね、あのガチ占いをあのごまかすために占いバラエティに見せてるガチ占いですおいし、うん、ともね、そうですよ、なんタロット占い動画、だからタロット占い動画あんまいないからな、実はな、みんなあのオラクルとかでな、あの指逃がしてるからな、だってガチタロットってみんな知らねえもしできねえからな、うんうんうん、そうですよ、だからソニックさんとかソニックさん門下生とかはあのタロット習得してるし、あとはローム組な、君たちだよ君たちの中にもあのもうタロットさん出てるのソニックさんわかるぞうん、タロットさん喜んでる、うん、いいもん、ソニックさんもそれでいい、よし行こう、はいね、これ5と6、あと5と6だからな、5と6行こうぜ、うんね、そうですよね、うん、みんなでタロットね身につけてね、うん、そう楽しくやりましょう。そうだよ、ソニックさんだって今何50歳でさ、なんかこう完全にマスターしたけどさ、あ、まあなんだろうな、うん、30そうだね、あの5ぐらいのね、まあ、その手前ぐらいからあの真剣にね、あのタロットやり始めて、でもずいぶん役立ったね、あの身なんかまだ完璧にマスターしないうちでも、でも君たちは今ね、あのソニックさん流派としてね、タロットを完全にすごく短期間でマスターできるから、そしたらいろんなことにね、あの使ってほしい、それをね、うん、人助けであったりとかね、うん、自分のね高めたりとかねできるから、おいし、5行こうで、5行こうで、そうだから、これはそういうチャンネルだからね、あのあんまりこう人増えないでもそれでなんて本物ってのはそういうもんさ、うん、オッケー行くで、うん、まあまあ十分増えてんだけどなおいし行くで、ゆっくりチャンネル登録増やしていこうぜ、おいし行くぜ、5、まずね、この猛暑の中気になるお相手はバーン、はい、これはですね、チームメイトなんです。棒の4。棒の4はね、例えばね、あのテニスサークルであったりとかさ、あのバイト先であったりとか、そういうね、なんかこう、ゆるい、ディープでなさすぎる関係の関わり合いの、なんか仲間の集まりなんで、まあ飲み会とかも含まれるんだけどね。うん。で、これがあれです。まあ、この猛暑にあなたのことをどう思うか。あ、仲間ね。ね、そうね、そう。チームメイト。そして、これが過去のカードね。プレッシャー解放。うん。だから、プレッシャー解放からね、チームメイト。うん。で、向こうも気になってたけども、まあ、随分ね、少し接近したんじゃないかな。じゃあ、この先どうなるか。バーン。覚悟が必要。そうです。覚悟が必要なんですね。向こうは。ね。じゃあ、どうなるか。これが、ボン。はい、腹水盆に帰らず終わったことは戻せないので覚悟が必要。だからまあでもね、なんかね、このなんつうの、あのね、バイトの知り合いみたいな関係ってね、なんかね、そのなんかしでかしちゃったんじゃないかとかね、思うこと多いらしくてさ、なんかこれで未来はあれですよ、あのね、あのあなたに対して覚悟を決める必要を彼は感じます。まあ暑いからさなんかいろいろ考えちゃうらしいよね、暑いからさ、うん、ね、そうそうね、うん、そのなんかね、な、それは何、夏のせいみたいなスチャダラパーのすごい名曲があるんだけどさ、そうですね、そうですよね、うん、よほ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 ね、そうなんかね、スイカでも買おうかな後で、うんね、そんなソニックさんね、はい、6行こう、6行こうね、うんね、そうですね、そう、夏スイカいいらしいよやっぱり、うん、なんかね、うん、そうね、まあこのソニックさん子供の頃スイカ割り大会でスイカ食べ放題で食べ過ぎてお腹壊して、その後家族からめっちゃ怒られたけど、ねしまえん、子供ってそういうもんじゃんそうです、で、そうね、はい、
6いきますよ。いよいよ終わりですからね。はいね、もうね、気になるお相手はこの猛暑にあなたはどう思うかね。もうなんかもうソニックさん溶けそうもうすごい今日なんか力抜けてるんで、タロットさんスーッと入ってきてるかもしれない。6いきましょうね。そうですよ、みんななんかどう、冷房効かしてんの、室温何度ぐらいなのみたいなね。もうソニックさんね、扇風機しかないから、あ、室温 31.2 度。でもあれだよ、な、湿度がさ 32% ぐらいだから、そんなにロンドンはやっぱ まだね、扇風機でいけるいけるね。じゃあ6いきますよ。6分の6、ね、気になるお相手はこの猛暑にあなたをどう思うかね。思います。人間は寒くてもね、恋人のことを思いますね。暑くても恋人のことを思います。そして今日はそんな暑い日ですね。ロンドンも暑いし東京も暑いらしいです。いきましょう。ではですね、はい、この猛暑にビャーン、棒の1。そうです、これはですね、勝利へのスタートね、新しいタスクを開始しますね。勝利へのスタートですよ、あなたに対して。じゃあそしてポン、過去はね、ジャッジメント、そう、審判です。一つの判決と新しい生活、そう、新しい生活が始まって、新しい生活が始まって、待って待って、この先どうなるの。バーン、カタクナな女王様。そうです、棒の女王様はね、意志の強い、はっきりとしたね、女王ですね。もう、まあ、頑固もってことでもあるんだけどね。じゃあ、なんでか、パーン。そうです、ハセさんじます。そうですね。お相手さん、お相手様はね、男性でしょうね。このね、もう棒の女王様がね、なんかでーいたらダーいきますそれが6を選んだらね、人のね、この猛暑にあなたのね、気になる人はどう思うかね、だそうですね。よかったね、思われてるってね。今日あれじゃん、 よかったじゃんみんなね、みんなよかったじゃんね。うん、まあそんなんでね、うん、ソニックさんね、ちょっとね、うん、なんかビールでね、なんかお顔もね、あれですけどもね、そんなんですね。前なんかダメだ、うん、サングラスでごめんな、今日はこんな感じね、こんな感じできましたね。ソニックさんです。ね、はい、チャンネル登録ね、ありがとうございますね。選ばれた人だけ来てくださいいいんだよ、もうそんなんでね。選ばれた人だけね、自分で選ばれたなと思ったらね、チャンネル登録ポチッとするという、ここら辺にね、チャンネル登録娘とかギャーンくるから、つるるとか、えーんって言って、元気な猫はギュッとするってやつよ。ね、そうですね。んで、あとはあれだ、なんだ、ね、日曜日と水曜日、タルトライブやってますね。まあまあ、みんな知ってるよね、ここにいる人はね。で、知らない人は知ろ。身の丈を知れ。なんかそんなんですけどね。あとはね、お友達がいっぱいいますね。まあ、お友達がいっぱいいますね。お友達に混じって姉とかもいますね。だから解説欄をね、チェックしてくださいね。そこで、ソニックさんね、の他にもね、皆さんいろんなね、占い動画アップしてますから、ね、それを日々、くるんくるん回ったりとか、あとはですね、ゲリラライブをやっていたりする人もいるのでね、そういうののチャンネル登録、アラートつけてね、参加するのも楽しいと思いますね。OK! ね、そんなんでね、YouTube、タロットね、横つながりとかあったり結構面白いですよ。皆さんチェックしてみてくださいね。それではね、本日はね、酒飲みすぎてお父さんサングラスでしたグッナイじゃねえや、とにかくチャオ、 See you soon。